笑顔が最高の薬。パーキンソン病患者さんのチャレンジを手助けするスタンドアップ 4PD チャンネルです。こんにちは。私は神経筋認定理学療法士かつケアマネージャーでもあるいでちゃんです。このチャンネルでは主にパーキンソン病に効果のある運動や日常生活の過ごし方をご紹介しつつ、パーキンソン病に関わる知識なども分かりやすくお届けしていきます。現状の運動機能の維持のためにも、動画を患者さん同士で共有したり一緒に運動をしてご自分のために長く続けていっていただきたいと思います。継続的に動画を見て運動したいなと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして公式 LINE ではどの運動をどれくらいやっていくべきかをリマインド的にお伝えしますので、このチャンネルの概要欄にある公式 LINE リンクから登録をお願いします。パーキンソン病の知識第3回目となる今回は、パーキンソン病の経過、重症度と複合的な症状です。前回パーキンソン病の大脳基底核の機能とそれに対するリハビリテーションの必要性についてご説明しました。今回はパーキンソン病の経過、重症度と経過に応じて生じる複合的な症状についてご説明します。ご存知の通り、パーキンソン病は数えきれないほどの様々な症状が出現します。ですので自分ではすくみ足がとにかく気になっていても、すくみ足に対してのみのリハビリを行えば良いわけではありません。いろいろな症状が出現する、それに対していくつかの種類のリハビリを同時に継続的に実施していく必要があります。難しい話のようですが、難しく考えず、リハビリの内容についてはこのチャンネルでご紹介していますので、頻度を意識しながら気楽に実施していただければと思います。それでは始めていきましょう。これはパーキンソン病の重症度分類の表です。左がホーンヤールによるパーキンソン病の重症度分類、右が生活機能障害度の分類となります。左のホーンヤール分類では、まずステージ1が片側のみの障害で軽微な機能低下、ステージ2が両側の障害または区間体幹の障害が出るが、まだ平衡障害、つまりバランス障害はない状態です。このホーンヤールの1、2が生活機能障害度の1度にあたります。生活機能障害度の1度は、日常生活にほとんど介助を必要しないというレベルになります。そしてステージ3は姿勢反射障害の初期兆候が見られ、方向転換とか平脚・開眼起立時に押された際に不安定となる状態です。身体機能は軽度から中等度に低減するが、仕事によっては労働可能で、日常生活動作は介助を必要としない。ステージ4は症候が進行して重度な機能障害を呈する。歩行と起立保持には介助を必要としないが、日常生活動作の障害は高度であるというレベルで、このステージ3、4が生活機能障害度の2度にあたり、日常生活、通院に介助を必要とするというレベルになります。つまりバランス障害が出現してくる頃になると、日常生活で何かしらの介助が必要になるというレベルに値することになります。最後にステージ5が全面的な介助を必要とし餓傷状態、これが生活機能障害度の3度にあたり、起立や歩行が不能で日常生活に全面的な介助が必要というレベルです。
この分類は難病指定の申請の際によく使われると思いますが、本 ER3 以上、生活機能障害度2以上が難病医療費助成の対象になります。このようにパーキンソン病の重症度は大きく分類分けされています。次に経過を見ていきます。このスライドはパーキンソン病の経過とそこで出現する症状を示した図です。経過0年が診断された年とすると、その20年以上前から頑固な便秘に悩むといった自律神経症状がすでに出現しています。そして動作緩慢や心線などで受診をしてパーキンソン病だと診断され、診断10年後には姿勢反射障害やすくみ足といった運動症状の種類が増し、泌尿器、認知機能、起立性低血圧などの非運動症状なども起こってきます。このように経年変化とともに出現する症状の数や種類が増すわけですが、診断年ですでに疼痛や疲労感、軽度認知障害などパーキンソン病で思いつく症状以上のものが出現しています。次にパーキンソン病の複合的症状です。パーキンソン病に生じる症状は様々ですが、直接的にドパミン作動性ニューロンの変性によって起こる姿勢の異常やバランスの問題、ディスキネジアなどの一時的機能障害と、一時的な症状に伴って日常的に活動量が低下して起こる肺用的な症状などの二次的機能障害が起こります。具体的には関節の拘縮や肋骨周りの筋肉が硬くなり呼吸が浅くなるなどの症状や消化器症状や泌尿器症状などです。この一時的機能障害と二次的機能障害が合わさって結果的に異常な姿勢、腕振りが減少する、バランスが悪くなる、飲み込みが悪くなる、動作が遅くなる、呼吸が浅くなる、認知機能が低下する、疲れやすくなるという複雑で多様な症状につながります。ここまでで頭がパンクしそうになるかと思いますが、分かっていただきたいのは、パーキンソン病は経年とともに進行し、その進行とともに症状の種類も数も増えますが、診断された時点でご自分でも認識していない症状が同時並行的に起こっていることです。ですので、自覚的に問題に感じているもののみに対してリハビリを行えば良いわけではありません。ここまで進行、症状を見てきましたが、これに対応して重症度に応じたリハビリテーションの内容例を見ていただきます。進行するにつれて複合的に生じる症状に対してリハビリテーションも複合的に実施する必要があります。例えば中等度の例では歩行だけではなく、気挙動作、バランス、手を伸ばす動作や物をつかむ動作、外的キューの紹介、介護者への指導などを同時に行うといった具合です。ですので、パーキンソン病のリハビリでは、何か一つに目的を絞ったリハビリというより、進行や重症度に応じて、今起こっているもの、起こりうるものを理解して、いくつかのプログラムを組み合わせて対応する必要があります。筋競合に対してはストレッチ、姿勢反射障害に対してはバランス練習、肺葉に対して筋トレや持久力練習、無動に対して歩行練習、気挙動作練習などと組み合わせる必要があります。ただ、不安になる必要はないです。パーキンソン病の方はリハビリに対する意識が高いですし、卓球や太極拳などご自分で積極的に行動されている方も多いです。そういったご自身が楽しみで続けてらっしゃる活動にプラスワンして、基礎体力や運動機能維持の土台として、今までのリハビリ動画を
一日一つでも続けていただけたらと思っています。お疲れ様でした。今回はパーキンソン病の経過、重症度と複合的な症状についてご説明しました。前回ご説明した通り、パーキンソン病患者さんは動機づけに問題があります。そのために病気のことを知り、リハビリテーションとの関連を知識として持つことが、運動をする動機づけを強くしてくれるかと思っています。難しい内容でしたが、リハビリ自体は難しく考えず、患者さん同士でお互いに励まし合いながら、日々楽しく運動を続けていっていただきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。